そっか、モスリンさん MC なんだ。大丈夫です。話し始めるの僕なんです。大変だ。はい、今週もクラブはじめ、パルゲジア、大事です。いつもですと、司会にここに女性 MC がいて、僕はここにただ座ってるだけのやつなんですが、今日はちょっと、来月からの皆さんの、MC をやられる方の、ご紹介ということで、僕が仮 MC を務めさせていただきます。じゃあ、普通のやつですみませんね。さあ、今週も始まりました、クラブはじめ。パルフェジア。この番組は、毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーを用意しておりますので、お時間に許す限りゆっくりしていってください。本日は新 MC お披露目スペシャルということで、月末最終レギュラーゲストの私浜笛演奏家のムスリンが、MC の、代理みたいなものでやらせていただきます。それでは早速今日のゲストを、紹介したいと思います。どこから行っちゃおうかな。順番が行くんですね。10月から12月の番組担当なんですね。なんで、最初第1火曜日、ロトレットさん、はい、はい、よろしくお願いします。第2火曜、高尾彩香さん、はい、お願いします。第3火曜、鈴木ゆりえさん、よろしくお願いします。そして、第4火曜が小川恵里さん、はい、よろしくお願いします。ということで、まず皆さん、自己紹介ということで、これは1分間でよかったのかな。いや、じゃあ違います。これは、各自、皆さんの自己紹介ですね。じゃあロトロトロさんからお願いいたします。火曜、第1火曜日 MC を担当します、ロトレトロです。これじゃあ3トレと3人なので、路上で看板出してると通りすがりに3トレトロさん、なんとか3だと思うからさ。そっか、でもロトレトロです。はい、全部記号に見える。何だって全部記号、全部記号。路上では弾き語りライブ、ライブハウスでは詩を語ると書いて歌語りという物語に、曲を載せてお届けするスタイルのライブをしております。ということで、シンガーソングテラーを語りということで名乗っております。よろしくお願いします。そのパンダに何か意味あるんですか？パンダはただ好きなだけです。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次、高尾彩香さん。彩香です。来日火曜日を、見させていただきます。私の特徴的にゆったりまったり、お休み前とかに聞いていただくのが多いので、ゆったりまったりして、動物のキリンが大好きなので、そして食べることが大好きということで、ここよりチャイナスクラスにですね、出させていただくときは担々麺と、あとチキンのセットチキン要するに2人前を食べちゃう。あ、そうですね。普通に2人前食ってました、ね、そうなんです。2人前のお食いただいて、でその後に歌うという、はい、あらわざを軽くこなしちゃう感じ。2人前も食べて歌います？歌えるんですよ。それはすごいな。そうなんです。いや、普通女の子ってお腹いっぱいになっちゃう、半分食べてもお腹いっぱいで歌えないとかって言ってるけど、両辺やしてください。できたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、では次、鈴木ゆりえさん、お願いいたします。はい、これカメラはどこを向けばいいんですか？こっちですね。あー、こっちで、わかりました。こんにちは。こんばんは。こんばんは。第3火曜日、第3火曜日、MC を担当させていただきます、シンガーソングライターの鈴木ゆりえです。私は今21歳で大学生もやってるんですけども、大学で勉強もちょっとずつ頑張りながら、音楽活動もやっております。性格はですね、
すごくなんで MC になったって思ったぐらいすごい抜けてたりするので、もし第3火曜日だけは内容が短いぞとかいろいろ MC が短いぞってことがあったら、すいません、よろしくお願いします。はい、それでは、第4週の小川恵里さん。はい、どうもこんばんは。第4火曜日務めさせていただきます、漢字の側にカタカナの入りで小川恵里と申します。私もですね、こう小川恵里ってこう自分で書くとなんかちょっとよくわかんない記号みたいになるそうなんかちょっと癖字だから、なんかあれ棒6本あるのかな、なんだろうみたいな、路上でなんかあれなんて読むのって言われたことがある仲間で並んでますそう。でもこう本人的には頑張って一生懸命小川恵里って書いてるつもりです。大阪発です。なんか無駄に大阪弁コテコテですが気にしないでください。はい、10月28日と11月25日、12月23日出演しますので、ぜひユーストリームですね、見てあげてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ自己紹介の済んだところで、ライブに行ったんだけど誰からやるかって決めてなかったんです順番、どういう順番でいきましょうかね。せんの順番で、せんの順番、せんの順番、せんの順番、まさか困った時はせんの順。モスリンさん、いいよ、立たなくてカメラを見てるだけじゃなくてカメラで映らなかったこういう感じかな。でもヒール履いとる。あ、自己申告の身長で157。117、一緒です。あ、一緒だ、ヒール分だ。じゃあ体重からねえねえ。じゃあモスリンさんの独断で先生の順番。じゃあやっぱりそっちから順番にしよう。最初からそう。結局背の順になりそうですね。ななこちゃん今週のテーマ、食欲の秋。秋の味覚といえばなんちゃらかんちゃらということがありますので、合わせてくれてもいいです。秋って一番何食べます？秋、秋味覚といえば芋栗かぼちゃ、ああ、芋栗かぼちゃ、大好きです。でもかぼちゃって結局さ、取れるの夏で、持つからいつまででも食べてるから、常にやってね。でもついなんか寒い時期の方が食べたくなる。確かにポクッとしてる。そうそう、ね、今ハロウィンが有名になっちゃったから、10月末あそこら辺になるとかぼちゃってよく出てるから。そうですね、食べれない方です。食べれて持つから。そっか、でも持つか、全然ハロウィンのイメージが強すぎて、なんか寒い時期。なるほど。あ、もうそろそろ大丈夫。あ、もう大丈夫です。じゃあ、はい、そろそろ、こっちの設定で大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ、はい、そろそろ行ってみましょうか。はい、はいはい、よろしくお願いします。こんばんは、鈴木ゆりえです。ありがとうございます。1曲目、世界一という曲を歌いたいと思います。この曲はすごく一番ぐらいに幸せだった時に、その幸せな気持ちを詰め込んで書いた曲です。聴いてください。世界一。あなたの好きそう。
世界一でした。はい、さあ、じゃあ、小川さん、ちょっと次の用意をお願いします。で、その辺のやつを、普通、どうお料理するんですか？栗なんかだったら栗ご飯、それとも普通に栗食べる？栗は、甘栗剥いちゃいましたとかですね。それ、一年中あるよ。いや、秋になると食べたくなる。栗は栗であるけれども、そう秋になると食べたくなるものみたいな意味。あ、そういう感じか。わざわざ取ってきて自分で料理をするわけではない。買ってきたりしたことないですね、栗は。かぼちゃはすごいよく買うんですよ。で、ほうとうにしたりとか。なんで焼き芋さんはいかがですか？焼き芋とか、あと蒸し物というか、釜飯とか。栗とキノコ。お腹減ってきました。そういう時間ですからね。ちなみにプレゼント用ハッシュタグを発行しました。あ、プレゼント用タグ発行だそうですので。何ですかね。何でしょうか。ちょっと待ってみて。ハッシュタグ。すごい。
長くないですか。いつも長いんで。そうですね。読んで大丈夫ですか。はい、今週はマンスリーレギュラーのモスリンさんが MC で10月からの新 MC を紹介しちゃう放送です。決して女子会に迷い込んだ花ブヨルさんではありません。びっくりマーク。長いですね。あと3文字って出たんでここでやめときます。なるほど。あ、僕3文字足らなかった。もう大丈夫ですか、小川さん。じゃあ、小川さんの歌に聞きたいと思います。はい、どうも。漢字の側にカタカナの入りで小川里と申します。多分初めましての方もいらっしゃるかいらっしゃらないか、いらっしゃるような気もせんでもないので、あ、見てはる人ね、ユーストリーも一応こう鉄板の曲をたくさん持ってきました。私のライブとかを見てくださってる方はですね、すごいおなじみの曲なんで1曲目で歌わせていただきたいと思います。乾杯というワードが15回ほど入ってるこの曲、画面の向こうでもぜひお茶でも水でも何でもいいので乾杯してみてください。スローライフ。
はですね、今日は新 MC お披露目会ということで、画面の向こうの皆さんを、皆さんに乾杯をしてもらおう、私も乾杯します。新 MC、頑張っていきますので、新 MC にせーの乾杯。今日最後までよろしくね。ありがとう。ありがとうございます。あきりです。はい、ありがとうございました。じゃあドトレトロさん、おいおい、秋の食べ物といいかな。急に飛びますから。びっくりした。秋の食べ物でも全部出ちゃいましたよね。紫芋とかぼちゃと栗と、またそれのハーゲンダッツの、あの季節限定のが好きなので、あれは美味しいです。かぼちゃと、あれあれ紫芋全部出てるんですよね。今栗かぼちゃ。そうなんですよ。今栗かぼちゃ。めっちゃ美味しいです。まだ出てないのある。なし。あさっき誰かあの20世紀って言ってて、20世紀、梨が好きすぎて、秋の味覚20世紀梨だねって。そうそう、岡田さんが梨です、はい、あ、もう出てた梨ね、はい、あの果物狩りとかに行ったりしませんか。そんなのあるんですか。そうそう、梨を狩りに行ったりとか、うん、中国って結構ね、あの埼玉東松山梨園も結構いっぱいあるんですよ。うわー、狩りたい。20世紀はあんまりない、香水が一番、香水、香水な。あ、こういうでっかいやつとかね。あ、いいね。行ったことないんですけど、あ、お、いらっしゃい。秋に唐揚げ、唐揚げ、秋、いや、年中唐揚げ。じゃあ、それぞれご了承が。まだ払えた人、はい、じゃあ、私もお腹いっぱいですよ。じゃあ、はい、いや、こんばんは、ロトレトロと申します。サントレトさんじゃないです。こら、はい、今日ね、さっき美味しそうな話をしてたんで、私ね、美味しそうな食べ物の歌結構あるんです。ということで、自分が大好きなだけなんですけど、秋とか関係ないですけど、唐揚げがね出てくる歌を歌いたいと思います。最近巷でね、唐揚げのお姉さんってなんかにわかにささやかれてるんですけど、まあそんなわけで楽しんで聴いてもらえたらと思います。聞いてください。ボナペティ。月に一度の二人の休み、明日はどこへ行こうか。君の服だから明け
しみだから寝たふりをしちゃおう。でも二度揚げにしてね。まだかな、まだかな。こっそりキッチンを覗こう。まだかな、まだだよ。もう少し待ってて。プレゼントの紹介まだでした。そうですね、プレゼントがいっぱいありましたね。今週のプレゼント、まずカルヘジアステッカー、どっかそこら辺にあるいつものやつが今来るみたいです。それから高城千恵里さんで、ロトレトロさん、Q さんの高城千恵里CD どれだ。あ、これこれこれ、これですね。これがロトレトロ。あれ、見えてない。これ、これです。イラストジャケット、小川恵里さんが描けてくれました。はい、私が描きました。はい、頑張ってデザインしたよ。ね、中も素敵よ。今年1年、1月から3月の番組 MC、マリコさんのタイムカプセル発売記念のシール、ノートクリアノートクリアファイルの3点セット、サイン入り。セット。魔除けのやつです、ね。魔除け。タイムカプセル。そして、ランチライブにトゥルーカラーズに出演していただいた松沢春奈さんのサイン入りオリジナル、これまたステッカー。はい、ステッカーが多い。あとはいつも前回もいろいろ皆さんが書いてくれているあのスケッチブックの紙と、あと集合写真にサインを入れてくれて、これですね。この辺があの3点セット、これ3点セットね。ノート、こっちがこれが番、これ番組シールに、こんな感じで、かわいい。と今日あれですね、 MC 陣が全員集まるのは今日しかないんですよ。今日の写真は、そうか、MC 全員の写真は貴重品かも。貴重、おお、レア、レアですよ。レア、みんな個別でね。あとで個人的に俺まで連絡くれれば最後にあのばらまきます、ね。ということで高尾さんの対象か。ちょっと渡しましたね、すみません。はい、それでは大丈夫ですか。はい。
高尾彩香です。皆さんこんばんは。また明日からね、路上ライブ出ますので、もしよかったらぜひぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。それでは来てください。散歩よく眠った朝、自転車に乗って風を切りながらリズム合わせて漕いでゆく。木々の隙間から見える青、晴れつけた綿毛、どこまで行くのだろう。赴くままにたまに旅するのもいい。カフェレより道をと一息つくのもいい。二人幸せクローバー、澄み渡る空気なんて平和な日なんだろう。坂道を登り滑り台、忘れ物拾いどこまで行こうかな。では